お願いします。はい、はいはい、よろしいでしょうか。ではですね、天皇陛下がお気持ちを表明されました。これについてのまず受け止め と今後性絶対について議論が上がってくるかと思いますが、その自民党としての対応を今後どのようにされていく方針か、お願いします。まあ、皆さんもテレビ等で、拝見受け止められたことと思いますが、天皇陛下が即位されてから28年、日本国民の統合の象徴として、伝統の継承者として、大変この大きな責任を全うするとともに、日頃我々の知る範囲でもご公務に対して、大変なご努力がなされて、深く感謝を申し上げるとともに、陛下が我々日本国民の安寧と幸せを思うお気持ち、一言にすることがすごくして広く皆さんに伝わったことだと思います。私もそのことを受け止めて、日本国と日本国民の安全に対して、陛下がお感じになっておられるそのお気持ちを対して、いつの時代にも国民と共にあり、国民に寄り添うという陛下のあの厳粛な真剣なお気持ちに対して、我々はこの一国民としてというだけではなく、すぐ自民主党はしっかりした対応を答えをしていくことになるね。天皇陛下というお立場のご効力で、個人としてのお気持ちを強く表明されたものであると感じております。今後党としてはどういうことかという、ご質問になろうかと思いますが、まあこれは実に、安倍総理を中心に、官邸側がどういう判断をなさるかということが第一義的に重要でありますが、この陛下のご年齢、体力的なこと等にもお触れになられましたので、我々もこれを重く受け止めて、真剣な対応をしなければならないと思います。我々はこの国民の世論および、広く我が党の党員の皆さん等のご意見、それをよく傾けながら、党としても、真剣なご相談をこれからしていかなければならないと思いますが、いずれにしても厳粛な思いで天皇陛下の日頃のご労苦、お気持ち、我々も心から真剣にこの言葉を受け止めていかなくてはならない、厳粛な思い、今の陛下のことを拝聴した次第でありますが、今後都内を総括して、慎重に対応していきたいと思います。今回の天皇陛下は慎重な言い回しながらも生前退位のご意向が強く読み取れるような内容だったかと思うんですけれども、蟹市長はこの生前退位の部分、その天皇陛下のご意思の部分に関しては、どういうふうにご理解をされてますか。天皇陛下のご発言でございますから、我々の側からその言葉に対して評価をしたり意見を差し伸べたりするということは適切でないかもしれません。とにかく陛下がそこまで心情を吐露されたわけでありますから、広く多くの国民がそのことに真剣に陛
下のお言葉に寄り添うようなことをこれから考えていかなきゃいけない、そういう思いです。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあありがとうございました。